今回のバトルは井上オークス VS 若原隆博。果たして勝つのはどちらか。最強の馬券師を決めるため5人の馬券上手が火花を散らす。秘策はですね、もう私はもうかけかけマシーンになります。昔からマーチンゲール法っていうのがかけ方が気になってて、当たるまで掛け金を倍にしていくっていう、それだと2倍つけば負けないんですよね。マーチンゲール法とは、最初の掛け金が1000円であれば倍の2000円、さらに倍の4000円と掛け金を倍にしていく掛け方。オッズが2倍つけば理論上は決して負けないというが、その方法をちょっとアレンジしてやってみようと思うんですよね。続く第4レースはダート 1600m の2歳新馬戦。若原の本命は1番人気の9番エピックワン。しかしエピックワンってね、緩いのよ。人気してるんだけど、じゃあ他にどれっていうのもきついので、半ばお手上げで本命打った、ワークアンドラブはタンガナにとどめたんだけど、まあパッと見この中ではワークアンドラブが一番強い可能性が高い。だからといって先々まですごく出世するかっていうとちょっと分かんないけど、このレースも本命馬に確証を持てない若原は3連単5等ボックスを購入、合計6000円。一方オークスは、よし、次が勝負なんですよ。だって次は掛け金が一気に8000円に上がるんです。4レースの傾向はですね、1番人気が勝つ確率が 60% です。その1番人気は若原も本命にしていた9番エピックワン。単勝オッズは2倍。この理論じゃなかったらどれ買いたいとかってあります？まあ、11番が気になるな。コパさんの馬ですしね。コパさんの馬ってダート走るんですよね。普通に予想して買うなら11番ですけれども、マシーンで。オークスは1番人気9番の単勝に3レースの倍額8000円投入。あ、なんだ、何が出る。いい感じで多分4番手外。よし来い。あ、安そう。伸びろ伸びろ、田辺田辺行け。オークス単勝的中で見事2連勝。若原はパドックで切った4番が3着、惜しくも3連単的中ならず。いや、一騎打ちでしたね。コパさんの馬と、いつもコパさんの馬応援するんですけど、今日はごめんなさい。作戦成功じゃないですか。これは今のところもう上々ですね。